電通式劇場、海は、東京都港区に存在する劇場である。塩止め使用サイトに建てられた、電通本社ビルに、併設の都市型複合施設、枯れた塩止めに、劇団式にとっては、浜松町の式劇場、春、秋に続き、首都圏3番目のホールとして、2002年12月に、オープンした。客席数は公式には1216席。 一階の前方部分は車椅子に対応することができ、座席を取り外すことで車椅子スペースが約50席確保できる。また、客席と舞台の一体感が高まるよう。要、二階席最前列は一階席中央あたりにまで競り出す舞台設計となっている。オーケストラピットは最大25名ほどの演奏者が入れることができる。こけら落とし公演は、まんまミー 海という劇場名は、電通の代表取締役社長の成田豊かによる命名である。成田はかつて海軍兵学校で学んでおり、海に対する思い入れが強いことが理由である。2015年5月開幕したアラジにより、劇場名が大道生命、ミュージカルシアター電通式劇場、海となった。大道生命は、同公園の特別共産企業でもある。鉄道、 ありがとうございます。